皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。エミです。ロサンゼルスからお届けしております。風くんの US ツアー、私にとっては初めての風くんのライブとなった、ロサンゼルス公演1日目から1週間が経ちました。もう夢のような、もう夢以上のですね、もう奇跡の連続のこの3日間。もう私オフ会もやりましたので、2日間ね、まずね、30日と31日と風くんのライブを、もうまずは前から2番目のセンターの上席で見せていただきまして、そして2日目は後ろの方からね見て、これも全体像が見えてとっても素�敵だったんですけども、そして3日目、6月1日は視聴者様を連れてサンタモニカのね風くんの聖地を巡ったという、こんな夢のような3日間だったんですけれども、もうね、本当にね、自分が想像していた以上のことというか、想像もしていなかったことっていうんですかね、がたくさん起こった3日間だったんですね。そしてその中の一つというのが回廊の中の出来事でですね、ここでもう風くんの思いやりとか優しさとか愛情の深さというのがね、想像以上深くってですね、もう私はすっかりやられてしまいまして、ちょっと 2,3 日使い物にならなかったんですけどね、もう涙も出るし、でもそこでですね、本当に私はきっとその風くんの優しさで浄化されたんだと思うんですよね。そしてですね、昨日の朝ですね、こちら、風くんが頑張っているのに、いつまでもヘナヘナしていられない、思いっきり浄化されてから、私もグレードアップしていくよ、 Have a beautiful day ということで、風くんのこの US ツアーの T シャツと、My flowers here のね帽子をかぶって投稿させていただきまして、そして昨日の朝、私がまず何をやったかと言いますと、私風くんのロサンゼルス公演の感想、そして風くんの詳しい情報ですね、プロフィールとか今まで受賞したものとか、あとリンクとか、風くんの YouTube のリンクとか、タニーデスクのリンクとかね、そういうのをですね、ロサンゼルスの日本文化を英語と日本語で伝える新聞がございまして、その編集長の東さんにメールで送りました。実は東さんのことはもう子供ができる前から存じ上げておりまして、まあ、親しくさせていただいておりまして、私の両親もね会ったことがあるんですけれども、まあ、ハイキングとかに一緒に行ったりとかね、そういうグループとかに一緒に入っていたこともありまして、ということでですね、メールいたしましたら、なんともう24時間以内にそれを公開してくださいましたので、昨日皆様にもコミュニティでねお知らせさせていただきました。LA での風活動ということでね、ロサンゼルス日本文化を英語と日本語で紹介する新聞、カルチュアルニュースの日本語ウェブに、藤井風さん LA 公演の私の感想と風くんの紹介を載せてくださいました。私の感想はさておき、藤井風くんをより多くの方々に知っていただくきっかけになれば嬉しいです、ということでリンクをね付けさせていただいたんですけども、で私もね思い立ってバババーと、もう30分とか1時間以内で、まあ、あの文章を全部バーっと書いてね、それで東さんに送ったので、まあ、もし記事にするようでしたら教えてくださいということだったんですけれどもね、なのでちょっと皆さんにお知らせするのどうしようかなと思ったぐらいで、ちょっと恥ずかしいかなと思って、でも風くんのことを知ってもらうためには、本当に一人でもね多くのロサンゼルスの方に知ってもらえるかなということもあったんで、すごく記事にしてもらったことは嬉しかったんですけれども、で皆様からですね、なんか予想外と言いますか、すごく私の記事に対してお褒めの言葉をたくさんいただきまして、私も読み返してみてね、あ、まんざらじゃないかなって、私も本当にもう直感というか、それでガガガガと書いた記事をもうそのまんま東さんに載せてくださいましたので、でもこれをね本当にねたくさんの方にね読んでいただいて、風くんのことをもっともっとね世界中に広がっていけばいいなと思いますので、ぜひぜひ皆様、こちら概要欄にねリンクを付けさせていただきますので、たくさん拡散していただけますと嬉しいです。いや、それにしてもね、今の時代って本当に流れが早いなと思うんですけども、でもロサンゼルスでね少し風活ができたかなと思って、ちょっと嬉しく思っております。そして実はロサンゼルス公演の2日目にですね、私もう人前で
もう大号泣をしてしまったんですけれどもと言いますのは、こちらね一緒に写ってる方風次郎さんと言いまして、以前桜子さんが里省庁に行った際にね案内などをしてくださっていた方ですけれども、その方にお会いしましてね、そしてなんとあの里省庁長加藤町長ですね、桜子さんもメッセージをいただいて会いに行っておりましたけども、なんと私にもメッセージをね録画してくれたということでね、それを聞かせてくれたんですよ。で私それがもう想像もしていなかったことでですね、もうちょっと大号泣をしてしまいまして、人前でもうびっくりしました。でもとってもとっても嬉しかったです。そしてまあその内容としましては、まあ、エミさんこんにちはということでご挨拶をしてくださいまして、まず町長の口からエミさんという言葉が出たことに私はびっくりしてしまったんですけども、で感激してしまったんですけども、そしてあの風くんをね応援してくださってありがとうございますということと、もうみんなでね愛を分かち合えたらいいなと思います、そして里省庁にねぜひ遊びに来てくださいということをメッセージをねいただきました。そしてね、まあ、風次郎さんによりますと、まあ、私もね桜子さんも海外在住だからね、なかなかその里省庁にね来るというのはね難しいかもしれないけどね、ぜひ来ていただきたいということと、あと風さんやそらさんとかね取り上げてくださる YouTuber さんたちをね本当に歓迎されていて、中でも今後ね世界へ飛び出し活躍される風さんを日本以外から情報発信してくださっているエミさんや桜子さんは貴重な方々ですねというお話もしていたということでですね、いや私はなんかこの先ほどのねロサンゼルスのカルチュラルニュースね、そこに記事を書いた時も思いましたけども、やっぱりロサンゼルス海外に住んでいる意味というのをね最近すごく感じまして、ロサンゼルスにいるからできることお役に立てることっていうのがねやっぱりあるのじゃないかなと思いましてね、そういうのをね少しでもねできればいいなとねつくづく思いましたね。そしてねこのご縁を作ってくださった風次郎さんなんですけども、こちらブログを書かれていて、三度の飯より藤井風の人、岡山に住んでいない風次郎の中年日記ということで、こちらリンク概要欄につけさせていただきますけれども、岡山に住んでいなのに里省庁に何度も訪れていると、そしてその魅力などをブログで伝えていらっしゃるんですけれども、そしてねそのブログをいろいろ読ませていただきまして、加藤町長のね言葉なども載っていたんですけども、私はすごく感動した一節があったんで、これご紹介してもいいですかって聞きましたら、風次郎さんがねぜひということなのでご紹介させていただきますけども、こちらですね、私は里省庁が珊瑚礁のようになれば良いと思っています。里省庁に来られた皆さんがここで元気をチャージして帰って行かれたらそれでいいと。で私これをね読んだ時にですね、もう風さんみたいと思ったんですよ。私も今回初めて風さんのライブに行きましたけども、もう行ってですねすごく元気をチャージされて帰ってきました。多分皆さんそうだと思いますね。で私も、まあ、オフ会などやりますけども、まあ、来てくださった方がねもうすごくエミさんから元気をもらってますっていう風に言ってくださいまして、私もそういう人というかねそういうものを提供できればいいなという思いもあるのでね、すごくなんか共感したんですね。そして風次郎さんもおっしゃっておりましたけども、加藤町長も風さんと同じようにピュアでフリーなお方だという印象だということでですね、もう私はすごく感動いたしまして、そしてこんなに優しくてフリーな方をねたくさん生み出しているというか、そういう里省庁に私は以前から行きたいなと思ってたんですけども、まあ、行けたらいいなという感じだったんですけどもね、今回ねもう絶対行きたいというふうにね心が変わりまして、もう私は絶対に行きたいと思っております。いつになるかわからないけど、ということでね本当にね加藤町長もうメッセージ本当に感動いたしました。ありがとうございます。これは私の力にもなっておりますし、
私は風さんに惹かれた最もというか一つの理由は、風さんが優しさを肯定してくれたところなんですよね。優しさはかっこいいと、弱さではない強さだと、その言葉に私はとっても勇気づけられました。そういうなんか優しい方々がたくさんいる里小町、私ぜひ訪れたいと思っております。そしてね、風二郎さんがこちらをロサンゼルスまで持ってきてくださいまして、そしてね、この里ちゃんをロサンゼルスに持ってきますということは、町長さんもご存知だということなんですけれども、まずは藤井風さん出身、岡山県里小町マスコットキャラクター里ちゃんでございますよ。これ私ね、ずっと欲しかったんですよ言えなかったんですけども、めっちゃ嬉しい。そしてこれはね、マカレ、あの風さんがデビュー前に千里さんというシンガーソングライターの方とね、一緒にね活動していたことがあるんですけども、その千里さんのお母様がやっている素敵なレストランですね、そこで今配られているものなんですけど、これは私が先日コラボをさせていただいたレイジ君がね、あのデザインしたものだということで、レイジ君からはもらってないんですけれども、風次郎さんからこちらをもらってしまいましたけれどもね、今は7周年記念とかなのかな、でこちらをね配ってるということでね、これめっちゃ嬉しかったですね。マカレにもね、ぜひぜひ行ってみたいと思っております。風くんのね、もう本当に貴重なお写真とかもねあるということを聞いておりますよ。そしてこちら、風くんがお父様と一緒にね写っていた、あの駅のホームの写真で風くんが持っていた瀬能水産の海苔ですよ。これね、もうめっちゃ美味しいの。この味のりもほとんどなくなりそうなんですよ。子供たちも大好きで、もうね、あのすごく貴重ですね。これ詳しいことは風次郎さんのブログ、こちらでも載っておりますし、桜子さんもね実際にいてインタビューなどをされておりますので、そちらの動画を見ていただきたいんですけれども、もう本当に嬉しかったです。そしてですね、こちらは里小町の朝日交通のタクシーのね、これはメモ帳だと思うんですけども、もう風さんのね、やはり聖地巡礼というかね、やっぱり故郷にたくさんのファンの方がいらっしゃいますけど、その時にこちらの朝日交通のタクシーのね方々がいろいろご案内してくれるということで、これは皆様ぜひぜひねご利用してみてはいかがでしょうか。そしてね、私ね本当にね、これもらった時に気づかなかったんですけども、このめっちゃ貴重な里小町指定ゴミ袋ですよ。この黄色いダッチさんが使ってたやつ、旅路のね MB で、もうこれもいただきまして、これも私めっちゃ欲しいと思ってたのでもね、なかったんですよ手元に。だからめっちゃめっちゃ嬉しいです。宝物でございます。こういうのが宝物になるっていうところもね、あの面白いですけどもね、もう風次郎さんもう分かってると思った、もう全部すごく欲しかったものをたくさんもう全ていただきました。本当にありがとうございます。そしてね、私里小町に行きたいもう一つの理由はですね、これ以前視聴者様から教えていただいたんですけども、去年の秋だったかな、あの私が里小町に来るとマサさんとちょっと勘違いしてたみたいなんですけども、と思ってミニひまわりをね植えたというね、あのことを視聴者様から教えていただいて、私は感激したんですね。で、あ、それちょっと私じゃなくてマサさんだと思いますということは伝えたんですけども、でもそういうふうに思ってくださったというところがね、とっても感動いたしまして、こちらのねガーデンをね作ってくださっているご夫婦様にね、ぜひお会いしたいな、お礼言いたいなというのをずっとあります。でもまあ、お会いできるかわからないですけども、ぜひぜひね実際この目でね見てみたいなという思いもございます。そしてですね、まあ、里小町にね、まあ、いつか行きたいと思っていますけども、もうそしたら、まあ、私案内しますよって言ってくださっている方は結構いらっしゃってね、もうとっても皆様に会えるのが楽しみなんですけども、なんかオフ会もねそこでやりたいななんて言ってたらね、早速視聴者様がね、あ、じゃあこのインディゴでどうですか、あのレイジ君もねこの前やってましたよなんてねおっしゃってて、このメニューとかもね、見せていただきましたけどもね、いやめっちゃ美味しそう、ここも絶対行きたいと思いましたね。ということでね、本当に私あのいつか行けたらいいなという里小町から、もう絶対に行くという、絶対に行きますという里小町に変わりました。これもすべてね、メッセージとかいろんなものを運んでくださった風次郎さん、そして里小町長加藤町長のおかげでございます。本当に素敵なメッセージありがとうございました。感動いたしました。とても力になりました。ぜひぜひ里小町を訪れたいと思います。ということでですね、本当に
もう私の想像していなかったことが次々と起こったこの3日間だったんですけれども、でやはり想像していないからか、私は号泣したりとかね、あの風さんのその回路のことでももう本当にもう骨がなんか抜けたような感じになってしまったりとかってなってしまっているんですけども、やはりね、妹とも話したんですけども、なんかどんなことでも受け取れる自分たちでいいよっていう風にね今思ってるんですね。まあ、本当に将来は自分の想像を超えたことがこれからも起こってくると思います。でもその時にどっしりと構えて受け取れる自分でいたなと今は思っております。そういう意味でもちょっとバージョンアップをしたっていうかね、いや私このね3日間で感じたんですよ。なんか直感というかね、バージョンアップということでね、そういう感覚で今います。そして我ら藤井風くんの27歳のお誕生日6月14日あと1週間ほどなのかなになりました。私コミュニティの方でね、風くんへのメッセージ、皆様からのメッセージを集めて一つの動画にしたものをね、風くんのお誕生日に流したいと思ってますのでということで募集をさせていただいておりまして、こちらのコメント欄にたくさんのメッセージをねいただいておりますけども、こちら風くんのお誕生日の前1日ぐらい前までは受け付けますので、どうぞこちらにメッセージ残してください。そして私ね、実は去年と一昨年とこの風くんのお誕生日のカウントダウン生配信をしているんですね。で今年もね、やはり風くんへのお礼の気持ちも込めてやりたいなと思っておりますので、もし正式に決まりましたらそちらもご連絡させていただきたいと思います。風くんにね本当にねたくさんの愛優しさをいただきましたので、風さんのね、もう誕生日をねみんなで一緒にねお祝いしたいなという気持ちがねもうより一層だから強くなっておりますね。ということでね、はい、もうね何なんでしょうね、いや本当にね今の気持ちとしましては、何だろう、1週間前のそのライブがある前に想像していなかった自分がここにいますね。はい、ということでとても幸せでございます。ということで今日の最後はですね、視聴者様からとても素敵なお写真をたくさんいただきましたので、そちらを皆様とシェアさせていただいて終わりにしたいと思います。では皆様、今日も素敵な一日をお過ごしください。 Have a beautiful day everybody. エミでした。ではまた。